本日紹介するのは大人気女優、ファッションモデルとして活躍する橋本環奈さん。1999年2月生まれ、福岡県出身、AB 型の152センチ。橋本環奈さんは2013年5月、地元福岡の博多リバレインで開催されていたイベントに Web from DVL のメンバーとして参加しており、そこで踊っている写真が天使すぎるとツイッターや2チャンネルで急速に拡散、奇跡の一枚として一躍時の人となり、彼女のシンデレラストーリーがスタートしました。この時、ネイバーまとめにて、橋本環奈ちゃん画像というタイトルでまとめられた記事は、ものすごい勢いで閲覧回数55万回を超え、所属事務所アクティブ博多の公式ウェブサイトのサーバーはアクセス型で一時的にダウンするほどでした。確かにこのビジュアルは千年に一人の逸材と言われるにふさわしい完璧な姿ですよね。こんな子が近くにいたらほとんどの男性が放っておくわけがありません。ちなみにこの奇跡の一枚について、橋本環奈さん自身は良さが1ミリもわからないと語っており、撮影されたステージでは当初メンバーから外されていたのを事務所の社長に直談判して出してもらったという背景もあり、悔しさとかもあって表情に出てたのかなと思いますとインタビューで語っていました。2014年1月ファッション雑誌アンアンの表紙に単独で掲載され、千年に一人のアイドルとしてアイドル特集密かにアイドル研究のトップページを飾りました。同年3月までに大手6社のテレビコマーシャル企業が決定。中学校の卒業式の数日前にあたる2014年3月9日にツイッターを開始したところ、アカウント開設3日目でフォロワー総数2万人を突破しました。世の中が橋本環奈さんブームだったことが伺えますよね。高校生になり、ポップティーンや週刊ヤングマガジンでも表紙や関東グラビアに登場し、自身初となるグラビア活動を披露しました。透き通るような白い肌とムチムチの色気ボディで、とても同じ世界に存在する人とは思えませんよね。その後2015年、セーラー服と機関銃卒業制作発表会見で主人公メダカ組4代目組長星泉役を演じることが発表。名だたる女優の先輩方が演じた作品なので、どのように誰のようにではなく橋本環奈らしく自分らしく演じたいと思いますと抱負を宣言し、女優の道を進んでいきます。そして2017年3月、セーラー服と機関銃卒業、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。同月高校を卒業し、月末には福岡で行われたラストライブで古巣である Web from DVL を卒業しました。ちなみに、ツイッターで大バズりした彼女とデートナウに使っていいよが9日間で約48万5千いいねを集め、話題となったのはちょうどこの頃ですね。皆さんの中にもいいねやリツイートしている人はいるんじゃないでしょうか。同年7月、映画銀魂で神楽を演じ、体当たりで演技に挑んだという橋本環奈さんの本気やヒロイン役としての魅力は、共演した小栗旬さんや菅田将暉さんからも絶賛されていたそうです。アニメの実写化は世界観を再現するのが大変だと言いますが、特にバトルアクションから花ほじ、ゲロ吐きなどのシーンが多い銀魂で神楽を演じられるのは橋本さんしかいないと言わんばかりの完成度でしたよね。2018年には日本テレビ系日曜ドラマ今日から俺はで元ヤンキーの女番長をヒロイン早川京子役として出演することが発表されました。翌2019年9月に全国公開されたかぐや様は小倉世帯が週末観客動員数で初登場1位となり、同年12月にはツイッタージャパンより2019年世界で話題になった役者8位であることが発表されました。これまでの経歴から橋本環奈さんの人気や知名度は凄まじいものであることがわかります。以前立教大学の学園祭イベントに出演した際には、観客が殺到して屋外特設ステージの安全が確保されない状況が発生したことから警察の指導が入って開催中止になり、混乱の中で押された女性6名が植え込みに倒れて足に軽傷を負うなどしたというエピソードもあり、まさに台風の目のような存在ですよね。人気すぎるのも大変だなぁと思います。現在に至っては宮崎駿のジブリ映画千と千尋の神隠しの主人公の千尋役として舞台で演じ、
座右として確固たる地位を確立しています。今後も橋本さんの天性の名演技力で日本のエンタメ業界が盛り上がること間違いなしですね。ちなみに橋本環奈さんは少しの間ではありましたが、ギネスの世界記録を持っていたのはご存知ですか？テレビのバラエティ番組1億3000万人のショーチャンネルで1分間で箱から引き出されたフェイシャルティッシュの最多枚数に挑戦し、ギネス世界記録であった140枚を上回る157枚という記録を達成し、ギネス世界記録保持者となったのです。もしかしたら橋本環奈さんを見るだけでティッシュ引き出しでギネスを取れそうな男性もいるのではないでしょうか。橋本環奈さんの後にさらにそれを上回る記録が出てしまい、今は世界記録保持者ではありませんが、本当にバラエティでもお芝居でも何でも来いという仕事に対する全力の姿勢を感じますよね。そんな橋本環奈さんは一緒にお酒を飲んだら楽しそうな女優ランキングでは水川あさみさんや吉高由里子さんをしのぎ1位を獲得しています。皆さんは橋本環奈さんと一緒にお酒を飲むとしたらどんなところで飲みたいですか？ちなみに橋本環奈さんはお酒が本当に強いらしいので、自信がある方は飲み比べとかもしてみたいですよね。女優として数多くのドラマや映画に出演し、バラエティでも活躍しており、スタイルも良く、グラビア写真では整った顔とムチムチのメロメロボディで多くの方を虜にしている橋本環奈さん、今後もたくさんの活躍に期待ですね。他にも皆さんが知っている橋本環奈さんの魅力やエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。橋本環奈さんのファンになった、もっと活躍する女性のことを詳しく知りたいと思っていただけた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。